皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は北陸富山に行ってきました。雪景色で美しい富山の様子をぜひご覧ください。新高岡で上花線に乗り換えます。上花線の駅は新幹線の駅舎から少し離れています。時間がかかりますのでご注意ください。上花駅前です。上花は市町村合併で南砺市上花になりました。上花駅からは岡山方面へのバスも発着します。岡山行きのバスは白川郷へも行きます。また駅を出ると山々が美しい雪景色で迎えてくれます。駅から15分ほどで上花の町の中心に到着します。上花の中心地は区画整理がされ古い町並みは残っていませんが、善徳寺や引山会館などいくつかの見どころがあります。
次に高岡市美術館に向かいます。高岡市美術館は高岡出身の藤子不二雄についての原画展を行っています。藤子不二雄はドラえもんの作者です。ただし撮影はほとんどできません。その後古城公園に向かいました。こちらも歴史ある公園です。翌日は高岡から富山へ移動し、富山駅周辺を観光しました。富山城やその周辺を歩いてきました。せっかく富山に来たということで、キトキト寿司に入りました。こちらチェーン店ですので、いくつか店はありますが、富山駅はいつも混んでいます。Thank you.
さらに駅北へ向かいます。こちらには世界一美しいと言われるスターバックスがあります。一度見てみるのも面白いと思います。富山駅からは高山線特急飛騨で戻ります。途中飛騨古川に乗って少し観光しました。さらに知名度が上がったように思います。映画の舞台なども見ることができますので、一度行ってくといいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。これからも様々な動画を出していきますので、よろしくお願いします。本日は最後までご視聴ありがとうございました。